マコームはアメリカ合衆国ミシシッピ州の南西部パイク郡の都市である。シュートジャクソンの南約80マイルにある。2010年国勢調査での人口は13,644人だった。マコーム小都市圏の主要市である。マコームで展示されている蒸気機関車マコームの町は1872年に設立された。 ニューオーリンズ・ジャクソン・アンド・グレート・ノーザン鉄道のヘンリー・シンプソン・マコームがルイジアナ州ニューオーリンズにあった鉄道の整備工場を市内の酒場の誘惑から外れた場所に移転することに決めたとき、この場所が選ばれた。街のメインストリートには中心街の店舗、アトラクション、企業が並んでいる。鉄道はパイク郡の土地を購入し、さらに近くにあったエリザベスタウン。 バーグランド、ハーベイタウンの山頂が、このマコームに統合合流することに合意した。このマコームの鉄道中心点は、1911年のイリノイセントラル鉄道修理工の暴力的なストライキの発生点の一つとなった。市内で暴動が起こり、多くの者が負傷し、黒人のスト破りが少なくとも3人は殺され、9月30日にストが始まってから間もなく、 周辺の緊急出動があった。1960年代、マコームとその周辺地域は、クークラックスクランや、その他公民権運動に敵対する集団による、極端な暴力沙汰が発生した場所となった。1961年、学生非暴力協調委員会が州内で、初めての有権者登録プロジェクトを推進した場所であり、それはすぐに、行政当局や、 クークラックスクランによる暴力や脅しに会うことになった。15歳のブレンダ・トラビスが白人のみの軽食堂に座ってハンバーガーを注文した時に高校から追い出された。彼女は少年刑務所での1年間を宣告された。活動家に対する物理的な攻撃に加えて全米国人地位工場協会の会員であるハーバートリーが近くのリバティの町で 囚人監視の下で殺害された。容疑者は、州の代表であり、すべて白人の検視官の売信で無罪とされた。1961年には、マコームで、その殺害に抗議した100人以上の黒人高校生が逮捕された。学生非暴力協調委員会のスタッフがひどく殴られた後、委員会は1962年初期に、 いくらかでも危険性の少ない状態で運動するために、州内の北部に移動した。1964年1月、リバティでルイス・アレンが殺害された。アレンはリー殺害事件の目撃者であり、司法部の役人にそのことについて話したことを疑われていた。歌の We Shall Never Turn Back は1961年のエーメット軍とパイク軍での出来事を歌ったものである。 私たちは頭を上げて叫んだ。死んだあのリーのために叫んだ。あなたのために死に。私のために死んだ。陽動のために死んだ。でも私たちは後戻りしないというフレーズがある。1964年、公民権運動活動家がミシシッピプロジェクトと自由の夏と呼ばれることになるものをはじめ、ミシシッピ集南西部に戻ってきた。彼らは We shall never turn back を歌った。 連邦組織の評議会の学生、非暴力協調委員会員が7月半ばにマコームに戻り、有権者登録のために動いた。連邦議会で公民権法が成立した後の8月下旬から9月まで、マコームはアフリカ系アメリカ人を標的にした球界の爆発事件の舞台だった。アフリカ系アメリカ人の有権者登録を援助する職者代表団の一員として、 マルコーム・ボイドが連邦組織の評議会の自由の家に参加した。翌年夏、連邦議会は1965年投票権法を成立させ、南部でもアフリカ系アメリカ人が再度有権者、登録し、投票できるようになった。ミシシッピ州では1890年以降、その大半が投票権を取り上げられてきていた。1977年10月20日、 ロックバンドのレーナード・スキナードのメンバーとクルーを運んでいたチャーター機がマコームの近くの湿地に墜落しリードボーカルのロニー・バンザンとギター奏者のスティーブ・ゲインズスティーブの姉でバックアップボーカルのキャシー・ゲインズロードマネージャーのディーン・キルパトリックが死亡したアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は11.6平方マイルであり このうち陸地11.6平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.54%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。マコウム市の公共教育は、マコウム教育学区が管轄している。学区内には、乙県小学校、ケネディ王子、センター、ヒギンス中学校、デンマンジュニア高校、マコウム高校、授業、 技術センター、サミットアカデミーの7校がある。マコウム市と周辺パイク群には3つの教育学区、市立学校3校がある。群北部にはコミュニティカレッジもある。セントアルフォンサスカトリック教会が市内にあり、幼稚園から7年生までの教育を行っている。また4歳児から12年生のカレッジ準備までを教える市立のパークレーンアカデミーがある。 ジュビリー芸能センターは芸能に特化した私立学校である。この種のものではパイク郡地域発となった市内の中心部にある。サウスウェストミシシッピコミュニティカレッジはマコームから北7マイルにありサミッチの北東である。マコーム高校は全米モデル学校100校の一つである。全国的な旅客鉄道であるアムトラックの列車番号58と59。 して呼ぶニューオーリンズがマコームで停車する。シカゴとニューオーリンズを結んでいる。マコームのある地域の気候は、暑く湿気た夏と、外して温和、または、冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、略語は、CF である。ありがとうございます。